皇居外苑。堀は、入江の名残。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成入江の名残である、日比谷号丸の内の和田総門交差点。かつては海に面していた。日比谷入江は、現在の東京都千代田区東部に、江戸時代初頭まであった入江である。入江は、江戸湾北西奥に、新橋付近を湾口として、 北に伸び、北端は、現在の大手町にまで達した。そのやや南に、現在の丸の内一丁目から、皇居外苑に入る和田総門があったが、和田とは、和田を意味し、海に面した倉庫があったことに由来する。徳川家康の関東入国までは、日向川の河口であった。西は、武蔵野大地の東端である、本丸大地に、東は武蔵野大地が、 北から回り込んだ本郷台地からさらに南方に伸びる半島である江戸前島に囲まれていた。北からは日向川が流れ込み低湿地となっていた。江戸時代初頭には軍港として利用された。1620年代になると建設残土などを使った天下武神による埋め立てが進行し大名屋敷となった。これに伴い漁民は京橋と芝口に移住した。 現在も江戸前島と比べて地形が低くなっており、かつての位置を判別できる。日比谷堀や馬場崎堀は、日比谷入りへの名残と言える。また、白鳥号付近には、塩海坂と呼ばれる坂があるが、この名称は元来、海の見える坂を意味したものであった。ありがとうございます。